ですね、この村を拠点に、村づくりをしましょう。整地したり、畑を作ったり。そうね、冒険に出てもいいですけど、ルーさんはどうしてしたいですか？いや、まあなんやっかぱ拠点。作るっていうのをちょっとやってみたいですね。もうあの掘ったりをしてきたんで。ああ、ですね。そうっすじね。ゃあ、お家作りますか？お家。3人のお家。まあ、1人だけのお家でもいいです。確実に建築センスがないので、僕の場合は村人と同じような家になります。作るとすると、でも普通そうですよね。どこに作ろうかな。これがですね、マイクラ用語的に豆腐建築と呼ばれるものですね。豆腐建こっ築。ちかな、やっぱり。豆腐のように四角いだけの家っていう。ああ、お家を作るとしたら、ここら辺ですか。そうですね、ここら辺の、高さまあ、を高さ合わせて。合わせて、そうですね、ここら辺に作れたらいいなと。お、なんと。ああ、やば。なんて深い洞窟が。なんだと。そんなとこあ、に。ルーさん、そう、だけどここ死に行く必要です。あぶね。そう、めっ ちゃう深いわ、です。なんだこりゃ。すめっげえ。ちゃ深い。あれは鉄だな。ややべべえ、鉄え。ですね。やばい。気をつけないと。はい、気をつけないと。やべえ。じゃあ、ルーさん、ちょっと。こっちに来ていただいて、はい。松さん、高さを合わせるために、整地から始めないといけないんだけどね。はい、了解です。チェストどっかに作ろうよ。ああ、そのためにね、今ね、木を大量に買ってきたのよ。大量じゃはい。ないけど。この家の前じゃダメなの？あ、別にいいよ。家の前のこの空き家がさ、そこそこ広いのよ。そうね。ちょっと徹夜いとかない。チェスト何個いる？4つとか5個とか。ルーさん、はい。先ほどブランチマイニングした時の鉄ってどうしてます？あ、俺が持ってる。多分まだ下よいしょ。で、少しは持ってるけど、まだかまどにあるんじゃないですか。下のかまどに。なるほど。じゃあ、とりあえず、はい。いいや、あるだけ、鉄を焼いてもらって。今18ああ、個。下鉄を焼で、く？あ、鉄鉱石持ってるんだったら焼いてください。ああ、鉄鉱石は下に全部入れてきちゃいました。下のあ、かまど延べに。棒は全部。今渡したのが、下で焼いてて焼き上がったやつ全部。なるほど、なるほど。あとこれ。よいしょ。はい。はい。適当にバババって置いていいんじゃない？そうなの？え？じゃあ私置く？一応ね、10個作ったから。あ、貸してじゃあ。足りなきゃまだ作れるけど。あ、金もやってるんですね。なるほど。はい。ちょっと私ね、余る石を持ちすぎてるから、なるほ入どれたね。かった。そうそうそう。
ルーさんもインベントリーの中身、もしあれだったら、チェストの中にぶっ込んじゃってください。はい。チェスト。もう。ああ、ごめんなさい。痛いっす。すいません。はいだ。殴ってもうた。殴ったね。親父にも撃たれたことないのに。プーさんを殴ってもうた。本当ですか？殴られたことありますよ。手元に金が、あ、嘘でした。すいません、嘘つきました。俺持ってました、鉄も。ぶち込みます、今から。はい。俺金も入れちゃっていいですか？ん？金も。はい、大丈夫。金は右の一番上が金なんで。はい。左下は何だろう？鉄か。ダイヤとかって今手で持ってる必要ないんで、ないですよね。ないです。チェストの中に入れといてください。そうだよね。俺が間違って死んじゃう可能性もあるから、ね。松さん、はい、ごめん。鉱石はね、こっち。はーい。これ火打ち石っていうのもちょっと入れときました。はい。まあ必要、そこに必要ないと思ったら勝手に移動させるんで大丈夫です。あ、はい。あとはじゃあこの上に原木と棒を入れとこうか。うん、そうだね。よいしょ。めっちゃ木の棒入れときました。128個本分入れときました。多すぎます。すごい持ってたんですね。俺まだ持ってますよ。まだ88本持ってます。すげえ、めっちゃ作った。整地するのに、多分、スコップがいるんですよ。持ってない。あった。石のシャベル。なんで、鉄のシャベルがいいんですか？鉄でも、まあ、石でも、どっちでもいいです。ただ掘りやすいさを考えると多分鉄です。あれ作業台どこだっけ？あ、作業台こっちです。このチェストのところに。あ、チェストのここに作業台を置きました。本当だ。シャベル、シャベルを作れ3本ぐらい作っとこう。4本にしよう。よし。高さはどうします？この高さ？うん、この高さでいいと思う。よし、夜になるので一回寝ましょう。はーい。夜の作業は、これってここから落ちてるダメージ受ける？あ、受けなかった。ここは大丈夫ですね、多分。よかったよかった、はい、よいしょ。では作業に行きましょう。はーい。
今ここ私が立ってる高さに合わせたいので、はい。土が合わせたいっ必要。ていうよりも、そうですね。なんで、この高さ以外の高さの土を、もうただ長押しですね。十字で合わせて。長押しです、ただ。はい。そうするとどんどん掘れるので。遠いからか。あ、マチさん、洞窟見っけた。うん。はーい。あ、いってらっしゃい。行ってきまーす。あ、広そうだったら言って、洞窟探検今度するから、そこ。広いでーす。ああ なるほど、OK です。はい、奥が広かったです。あ、はーい。松さんのでがも、とリプネはどのぐらい、もう本当一緒にどのぐらいやってんすか？マイクラ。なんかマイクすごロ。い息が、もうなんかここ数日のもんじゃないですよね。でも、1週間、1週間 ?2 週間 2週だ、間ルーぐらい？さんにマイクラをおすすめして撮ってもらったじゃないですか。うん。それからです。そうなんだ。そう、マルチをやるのは。はい。すげえな。基本的に私、戦闘タイプじゃないので。ん？戦闘タイプ。あ、なるほはど。い。ゾンビとかと戦うのがあんまり好きな方っていうよりも、どっちかって言ったら苦手な方なので、もう先行隊としてまっちゃんに行ってもらうのが一番なんです。なるほどね。そう。で、その間にリップネーにこう成長してもらうと。私、整地係なんで 基本的に。そうだ。整地があれば、問題ないんで。こっちとつながってんだよな、確かな。あ、でもヒロインだったらルーさんと一緒に。あれ、もう高さ合っちゃったか。広い、広い、広い。まあ、で、マここチにさつんながると、か。あれ、ここから、ここ入ったってこと？いいんですよ、別に。ルーさんとマチさんが、探検してる間、私、ずっと整地してますから。それはね、帰ってき帰ってこれなくなるからね、俺が。あ、本当？そう。迷子か、だってさ、つき方が雑なんだもんだって、だから、松明の。順次承知しております。じゃあ、ルーさん、え？続きをしましょう。はい。はい。じゃあ、一回ちょっと、戻ってもらって。はい。戻ってもらって。この高さ合ってないところあるじゃないですか。そこに土をもう、ガンガン、高さ合わせる感じで置いてもらって。はい。で、足らなければまた土を取りに行く感じですね。